皆さんこんにちは。3月6日に福永祐一厩舎が開業したことについて、騎手時代から親交の深い川田優雅騎手も注目しています。昨年3月の引退式ではお互いに人前で涙を流すほどの親しい関係であり、福永祐一厩舎がどういう馬作りをしていくのか楽しみです。ジョッキーとしての晩年は調教師目線で馬を作りながら乗っていた人、調教師となってまるまる自分の好きなことができますからねと語りました。福永調教師と川田優雅騎手のすごく仲の良い関係が競馬ファンの間ではよく知られています。2人の関係がわかるエピソードといえば、福永調教師が自分の著書をインスタグラムで宣伝している写真には偶然かもしれないけど、隣に川田騎手の著書がうっすら写ってあります。その写真を見ると後輩を可愛がっているというのが伝わってきますね。それだけでなく、福永調教師が著書を宣伝すると、川田騎手も自分のインスタグラムで先に出版させていただいている僕に憧れて祐一さんが本を出しましたと投稿しました。でもくれないから本屋さんで買いましたと続けただけでなく、その後ももらえなかったことに対してチクリ、これを目にした福永調教師も、え、一冊しか買ってないの？俺と出会ってなかったら生きていなかったとか言ってたのに、え、一冊と応戦し、最後は川田騎手による、え、全力の一冊ですという返信で締めくくられていました。このやり取りからは2人の深い絆が垣間見えます。レースでは厳しい表情で騎乗する川田騎手が福永騎手の引退式で涙を見せたことはファンにとっても感動的な瞬間でした。川田騎手にとって福永騎手は尊敬すべき先輩であり、福永騎手の存在は非常に貴重なものだったのでしょうね。川田騎手と福永調教師の間で繰り広げられたユーモアあふれる場外バトルは競馬ファンの間でも大きな注目を集めました。先輩への尊敬とともに毒舌を交えたカウンターで川田騎手が変身する姿はお互いに信頼し合える関係の証であると言えるでしょう。これらのやり取りはネットの掲示板や SNS 上でも話題となり、競馬ファンの間で盛り上がりを見せました。これから競馬界を代表する両者の初コンビがいつ実現するのか、その時を楽しみに待つ今年の春となりました。川田優雅さんは競走馬一族の出身であり、ひいおじいさん、おじいさん、そしてお父さんが調教師であるという背景を持つジョッキーです。幼い頃から競走馬と共に過ごしてきたことでしょう。2004年にデビューし、2024年現在38歳という若さでありながら、今後の競馬界を牽引していくことが期待される若手ジョッキーの一人です。川田優雅さんはその容姿からもイケメンジョッキーとして知られています。川田優雅さんの奥さんはかつてタレントであった大塚レイさんです。大塚レイさんはすでに芸能界を引退されていますので、名前を聞いてもご存じない方もいらっしゃるかもしれません。大塚レイさんは1986年生まれで、川田優雅さんより1歳年下です。出身地は京都で、おそらくご実家は裕福なようです。デビュー当初はグラビアアイドルとして活躍されていたそうです。その後は女優や王様のブランチのレポーターとしても活躍されましたとのことです。画像を見る限り大塚レイさんはとても美しいです。でも性格はどうでしょう、意地悪との噂もありました。ネットでいろいろ調べましたが、大塚レイさんの性格については特に情報がありませんでした。しかしこの意地悪という言葉はどうやら川田優雅さんの性格に関連しているようです。川田優雅さんはザ・九州男児と呼ばれるほど性格が激しいようで、怒りっぽいという評判です。カチンとくるとすぐに口や顔に出てしまったり、年上の人にも媚びない態度やきつい言葉遣いから後輩たちにもあまり好かれないようです。でもそんな川田優雅さんでもタレントのウエンツ瑛士さんや市川海老蔵さんとは仲が良いとの噂もあります。性格は合う合わないが人それぞれですよね。しかしそんな短気な夫を支えている大塚レイさんはきっと立派な妻なんでしょうね。そんな川田優雅さんは2013年に同じくジョッキーの戸崎さんを殴ってしまうという出来事があったそうです。これを見たファンたちはマジで殴っている、ファンの前でなんでと川田優雅さんの行動を批判する声が多く出たそうです。そしてこれを知った川田優雅さんは翌年のイベントで、あれは演技だった、不仲を装っただけであると語ったそうです。真相は分かりませんが、ファンの間ではあの出来事は演技ではなくリアルだったと思っている人が多いんだそうです。そんな川田優雅騎手は以前自身の言葉が誤解された経験からマスコミに対する不信感が強いようです。そのため川田優雅騎手のコメントは質疑応答ではなく言葉や単語だけが掲載されることが一般的です。
それでもあるレースのコメントが自分の発言と異なる形で掲載されたことに起こり、コメントを拒否する事態に発展しました。この混乱の結果、ボンドガールのコメントが掲載されなかったそうです。マスコミ各社は手塚隆久調教師のコメントを急遽掲載し、事態を収拾しようとしましたが、ある雑誌の担当者が謝罪したことで一応の解決に至りました。川田騎手は穏やかに説明しつつも、マスコミの姿勢を厳しく叱責した様子であり、周囲の騎手たちも驚いていたようです。担当者の謝罪があったせいか、月曜の京都大賞典で騎乗したヒートオンビートのコメントは無事に掲載されました。川田騎手の怒りも少しは収まったようですね。ただ過去にも何度か一触即発の空気が漂うケースもあっただけに、これが最後とは言い切れません。川田騎手の要望は、とにかく僕が話したことをそのまま書いてくださいというシンプルな内容のようですが、マスコミ各社も全てが直接聞いているわけではなく、伝聞で掲載されるケースもありますので、最悪の場合はこうしたミスが起こりうるということです。しかし川田騎手の騎乗馬は有力馬が大半であり、レース後のコメントは必須と言っても過言ではありません。これから上手に付き合っていくためにも、対岸の火事とは思えない出来事だったと教えてくれた記者も肝を冷やしたようですね。今回の出来事はなんとか事なきを得たと言えるものの、エスカレートする可能性があり、横山典弘騎手や上田康成騎手のようにコメントを出さない場合もあります。セントライト記念で2着になったソウルオリエンスに乗った横山武史騎手が、レース中に受けた不利に怒りを覚え、コメントしないと拒否した例もありました。このような状況下で川田騎手が抱いた不満が明るみに出たことは、競馬界における騎手とメディアとの関係の脆弱性を浮き彫りにしました。川田優雅さんは自らの性格を短気としています。また目上にこびず、思ったことをズバズバと言ってしまうようです。この態度はレジェンドの武豊さんに対しても同様だと言われています。フジテレビが運営する動画サービスで配信されている武豊 TV2 にゲスト出演した際に話していたことですが、レースが終わって出走馬が引き上げる際、馬場の内側を通るとコースの劣化を早めるため、川田優雅さんは後輩たちに馬場の外側を通るよう教えているそうです。川田優雅騎手は武豊さんが馬場の内側を通って引き上げるのを見て、レジェンドに遠慮なく意見したといいます。武豊さんもその場面を笑いながら振り返り、正しいことを言ってるんでねと川田優雅さんを評価していました。一方で川田優雅さんは武豊さんに対してはお願いとして意見する一方で、後輩に指導する際はかなり厳しい口調であると言われています。武豊さんも後輩たちがビビるほどの川田優雅さんの厳しさを認識しており、気をつけますと川田優雅さん自身も問題があるところは自覚しているようです。そのため厳しい川田優雅さんに後輩たちが敬遠するという噂もあるようですが、彼の姿勢は競馬界において重要な役割を果たしていることが考えられます。武豊さんの指摘通り、川田優雅さんの行動は正義感に基づくことが多いようです。川田優雅さん自身はたとえそれが嫌われることでも、言うべきことは言うという意思を持っているようです。組織的にはこのような嫌われ役的な存在が一人いることで緊張感が生まれますよね。特に競馬は勝負の世界であり、曖昧な態度ではなく、川田優雅さんのようなはっきりとした態度は競馬サークルにおいて常に刺激を与え、重要な役割を果たしているのではないでしょうか。またこんなエピソードもありました。2020年の中央競馬は新型コロナウイルスの影響で無観客競馬が続いていました。3月に行われた阪急杯という重賞 G3 レースでは、静まり返った競馬場で何者かの怒声が中継マイクに拾われました。最終直線で川田優雅騎手のフィアーノ・ロマーノと北村智和騎手のダイアトニックが隙間を縫ってゴールを目指しましたが、北村騎手が川田騎手の進路を妨害したため、川田騎手は怒りを爆発させゴール後に優一と叫んだとされています。このレースでは2着に入った北村騎手のダイアトニックが進路妨害で3着に膠着となりました。そのため3着だった川田騎手のフィアーノ・ロマーノが2着に繰り上がりました。この一連の出来事は川田優雅さんの日頃の性格の噂から競馬ファンの間で大きな話題となり、北村智和さんとの遺恨もささやかれました。ただ騎手が騎乗馬の進路を確保しようとする際などに周囲に向かって声を出すのは日常茶飯事で、時には怒声となることもあるそうです。現役騎手時代に歴代最多となる16回のフェアプレー賞を手にし、辛口評論で知られる藤田真嗣氏も
俺はあかんとは思えんと語っています。川田優雅さんの性格的なものがというよりは、あまり知られていない騎士たちの激しいバトルや駆け引きが無観客競馬によって表に出たという見方の方が正しいかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は川田優雅さんについて深掘りしてきました。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。